皆さん、こんにちは。チョコミントです。今回もですね、バイオハザードリベレーションズやっていこうと思います。よろしくお願いします。エピソード5。なんだこのキャッチーな音楽は。こちらジャッカス、バルゴイネンモキ空港に到着。こちらフォークボール、ご苦労。現場の状況を確認後、早速捜査に移ってくれ。やり方は俺たちで決めていいな、オブライエン。任せる。君らは自由にさせるほかないからな。出ましたね、この二人コンビ。遅かったな、キース・クエント。キース・クエント、隠れるよりマシだろ。で、ベルトロは？わからん。現在まで手がかりなし、情報なし、皆無だ。じゃあ、どうする？この先に地下室がある。現在突入作戦を検討中だ。はい。さて、この新展開、我々の出番だと思いますけど。待て、まだ突入許可は出ていない。いいから任せとけって、うん、だいたいあいつはこそこそ探すとか、他人の後をつけるとか、どこの誰よりも得意でね。聞こえてるぞ、グラインダー。なんかエンドウ豆みたい、なんか左の人。こないだもジェシカをつけたって。もうどこに住んでるかも知ってるわけ？ほぼ。あとちょっとまで行ったんですが、住んでのところで見失い。ストーカーじゃないですか。ストーカーってやめなさい。ストーカーじゃないですか。自白した。いいから行くぞ。行くぞ。OK。 今回はじゃあこの二人でプレイしてやっていこうと思います。なんか出そうな雰囲気だな。足元に気をつけて。あ、ナイフもちょっと違う。了解。なんかあるかな。 OK。 マシンガンの弾。この人は、お、ショットガンとハンドガンにマシンガンかな。怖いな。え？あっ！うわー！なに？ああ、もうびっくりした。物音立てなんて言ったらお前だよな。か、カノフェルスだ。時に犬乗りなさいぞ。先ほど行こう。ドライバー入手した。まあ、いい感じのところにドライバーがありますこと。ここは果たしてどこなんだろう。どこかはちょっとよく分かってないな。あんまりこうバイオのストーリーって追いついていけないんですよね、展開が。どうしよう。なんか反応してるんだけど。うわ、ハンドガン。こっちですね。ここはなんだ。あー、なるほど。じゃあジルと同じ容量ですね。クリックリックリックリークリックリックリックリー。 OK。 あー、どれだろう。あ、そっか。高校のこれをこうで、こうで、こうだ。OK。 開きます。マシンガンの弾と手榴弾で。セキュリティシステムか。こいつで封鎖区域を解放できそうだな。なるほど。カチ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 。 OK。 お、監視映像が録画されてる。ほう。管制システムからの映像ですね。輸送機みたいだな。こいつらがベルトロか。うわ、あんた、ビオダミが暴走した。管理がなっていませんね。ヘリの上に乗ってる。ああ、あれじゃ墜落するな。間違いないですね。あれがクリスたちの報告にあった墜落機だった可能性が高いですね。あ、なるほど。今度は室内の監視カメラか。この施設内のようですね。なんだ、ポルターガイスト。おい、クエント、映像を切り替えます。追ってみましょう。何？お、生き残り。黙って。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。何が起こんだよ。だから黙ってって。
これは、あ、録画か。助けに行かなくて。ああ、やばい、見えないですか、何か。目に見えない何かがいます。お、えぐ、ね、何か落ちましたよね。これはお子様には見せられませんね。なんでそんな冷静なの。めっちゃ冷静やん。衝撃映像、衝撃映像ですね。被害者の落とし物、あれ何だったんでしょう。それは見つけに行かないといけないでしょう。あ、ここだ、この部屋。なるほど、監視映像に映ってたのはここか。待って待って待って、よかったと。ここにはあったあったあった、二つもある。と、ぐらいかな、ここは。オッケーオッケー、で順番に見ていきましょう。順番に、あ、マシンがいっぱいなんだ。ちょっとまま取れた。なにこれ、日記、競技文のような内容が刻まれている。運命とは皮肉ではない。ベルトラのなんかですかね。なるほど。落ちてたな、マシンガン。セキュリティートークン。あ、こいつはセキュリティートークン。勝手に始まる。航空機搭載コンピューターから中枢ネットワークに侵入できるはず。ドングルのウェブキーさえ抽出すればね。よくわからんが、まあうまいことやってくれ。クダの墜落機から情報が拾えそうってことです。それを先に言えよ。ここの操作は十分です。墜落現場へ向かいましょう。怖いな。え、ちょっと一旦終わったみたいなんで、引き続きやっていこうと思います。さすがちょっと脇役っぽい二人やと思っとったけど、こんな早く終わると思わんかったわ。オッケーオッケー。3分やったし。あれ？あ、ここでまたジルの方に戻るんですね。何か聞こえるわ。なんだ？水の音？ああ、通路から聞こえる。水の音。何にもない。どこに行けばいいの？こっちかな。あ、これ来たとこっぽいですよね。来たとこっぽいな。来たとこでもないか。降りてきたから。もう一個の方も行けるか一応見てから行きましょうか。ここには行けない。じゃああっちですね。 OK。 怖いな。さらに近いもんね、これ。この船、ほんとどこまである。水だ、水だ。一体どこから。ベルトロメ、新型ウイルスごと俺たちを沈めるか。船沈んじゃうじゃん。確かに。そしてこの水はきっとあいつが出てくる。何？警告、船底区画で浸水発生。浸水発生。やばい、タイタニック。水密扉を作動できません。動力室で再起動してください。再起動、OK。このままだとまずい。動力室を探す途中。オッケー。ちょっと待って。なんかあるから、ちょっと待って。あった。ライフルの弾は持てない。早く動力室を探さないと。これでも新しいものは取ってないかな。無理かな。動力室を探さないと。あ、
なくなる。ホルトガンの弾とハンドガンの弾をゲットしました。これはもう間違いなく何かが出るというあれですよ。絶対なんかいるよね。水かさが増えてくる。あ、なんかいる。なんかいたぞ今。なんかいたぞ今。うわあ！クーパーがいた、クーパーが。クーパーいた。いるいるいる、怖い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 。逃げよう。水中に適応したタイプ。水の中はやばいぜ。うわあ、どうしようどうしようどうしよう。どこ行けばいい？水の中はやばいってことはこっち渡ればいいよね。何？何を通すの？ここにでもなんか、あ、あったやっぱりハーブが。これだけ？うわぁ、めっちゃいるやん。ちょっと待って。うわぁ、こっちまで来たー！ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。やばいやばいやばい。ちょっと待って、あ、なんかある、なんかあるけど。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかテンパってなんか使っちゃった。これ使おう。うわぁ！消さん消さん消さん。まだいるまだいる！ナイスナイスナイス。いる！なんでやねん！いた？これで下が通れるようになりましたね。ちょっとちょっとハーブ取って、なんか紙がある。蒸気パイプ部故障に関する報告書。客室上階機械整備室。わかった。とりあえず。下が開いたんで下に行ってみましょうか。どうも動かない。俺はもう少しこいつを調べる。来ないの？向こう側にも操作パネルが見える。悪いが見てきてくれないか。分かった、ちょっと行ってくれね。行ってみるわ。高さのカメラ調べる。どこのこと？あっちかちょっと見てきちゃった。ポーズ。シートをゲットして、こっちに行きましょう。なんか登れるよ。どこ行くんだろう。あんまりちょっと遠く行きたくないのか。一体何に使うのかしら。絶対何かには使いますよね。怖いな、これ。出てきそうなんだけど、絶対。ほら、なんか聞こえる。ほら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 。お前かよ。ちょっと待って。いやー。食べるんじゃない。オッケー。オッケー。
だろう。これはあれですかね。でも何これ。あ、なるほど、これ変えた方がいいのかな。じゃあちょっと変えてみましょうか。せっかくなんで新しいやつにしてみようかな。怖いな。うわー、いる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 。お魚の相手をしたくない。お魚の相手をしたくない。お魚いっぱいいる。待って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 、避けたい避けたい。これでこっちに何か、なんかいっぱい部屋があってわかんないな。え、ここまで来るの。聞いてない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 。なんだよ。スキャンさせてくれるのかい。あ、いる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 。オッケー。で、あ、電撃グレネード。あれ、ジル、やっとたどり着いたか。どういうこと。マシンガン弾薬ケースと、なんか本、動力室に残されたメモ。コンビネーションが要求される。同時起動が必要だ。2つのキーを同時に回さなくてはいけない。現状が噛み合うってことなのさ。わかりません、難しそうです。こっちは鍵がないわ。鍵がないな。まさかこいつ2つ同時じゃないと起動しないってやつじゃ。おそらくそう。とりあえず鍵を探すしかないわ。ということは、ちょっと待って、どこだろう。もう一個ね、なんかね、湯気が出てるとこあったんですよ。あっちに行けってことなのかな。そうだね、オッケーオッケーオッケー、分かった。どこかは分かった。歴史にね、見た私。ちょっと待ってて、ちょっと取ってくる。歴史じゃないな。うわ、なんだ、ちょっとちょっとちょっと、こっちのね、まだこっちに行ったところに容器、あ、マスターパーツあるんだけど、あれどうやって取るの。え、これどうやって取るんだろう。しかもなんか、なんかの、ちょっとここですね。ここからさっき湯気があったんだけど、休憩。あ、ちょっと待って、ちょっと、まだ、切り替えるのが、まだ。あ、これは、これは、歯車、あれの歯車ですね、多分。さっき、何これみたいな、言ってたやつのやつら。これで、これで何するんだろう。あ、こっちか、こっちか、反対にしてた。よいしょー。オフ。お、完全にオフ。全部これで湯気出ます。でもこのカスタムパンどうやって取るの。撃ち落とせたりしないよね。じゃあめっちゃ取りたいわ。でちょっと戻りましょう。一回戻ってパワーカーのところに、赤のところに、こっちだよ。こっちだよ。よかった。あー、見つけた。いる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 。怖い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 。こっちかな。あ、ジル、どうやらこっちの装置は故障してるようだ。そう、なんとか修理してみるぜ。治ったら連絡する。え、どうしたの。どうも動かんな。え、どうも動かんなじゃなくて、私どうすればいいんだ。あの歯車を動かしに行けばいいんだ。じゃあ、よかった。行ったり来たりだな。大丈夫か。大丈夫じゃねえ。問題ないわ。よくあることよ、こういう仕事をしているとね。強いね、シルターマン。
ここは来たことないんですかね。行かないように。じゃあやっぱりあの歯車しかやることはなさそうかな。歯車をこっち行ったらまたいっぱいいるんじゃないですか。やっぱりちょっと待って、うわー、ちょっと待って、電撃グレネードって全部使うんだっけ。電撃グレネード、これだ。これでね、多分魚結構やれたと思うんですよ。そう、違法のやつや、めっちゃ強いやつや。歯車どこでしたっけ。歯車がどこかわからんのか。あれ？歯車を置いてるとこどこだったかな。あ、ここだ。ここだった。歯車をはめ込んで。なんかありますね。再起動機ちょっと茶畜ないですか。なんかちょっと何。ギル、装置の修理は終わったぜ。努力しちゃおう。なんかあれじゃない。キングダムハーツの鍵みたいな。ちょっと茶畜が。これでようやく再起動だな。そっちを頼んで。オッケー。待って。じゃあ私たちのコンビネーション見せてあげましょう。やっぱ鍵チャッチーな、ちょっと。ちょっとチャッチーだよ。お、なんか起動しました。よし、うまくいったぞ。なんだ。どういうこと？何が起きたの？マジで？どうすんの？めっちゃ水かさ上がってるんだけど。パーカーさん、どうするの？溺れる、どうすん？ちょっと待って。どんどん増えていく。ジル、止まらないぞ。これでも泳ぐにしても勢いがありすぎて。ここで終わりですか。まさかの。はい、じゃあちょっとすごいよくわかんないところで、すごい続きが気になるところで終わっちゃったんですけど、ちょうど多分時間もいい感じなので、一旦ここで終わろうと思います。はい、じゃあ皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また遊びに来てね。バイバーイ。